ちょっと私から口火切らせていただくと、まあ、これでウクライナでの戦争というのが、まあ、半年以上も続いてしまってるわけですよね。ちょっと実は私さっきも始まる前にお話ししてたんですけど、今回の戦争に関して、まあ、真正面から自分なりにまとめた本というのを今準備している最中 で当時その戦争が始まる前とか始まった直後とかに、まあ、自分がどんなことを考えたのかなみたいなことを、まあ、毎週僕が出しているメルマガがあるんですよね。でそれをまあちょっとこう日記的に読み返してみると、この戦争そんなに長く続かないだろうと思ってたんですよ。やっぱり始まったらロシア軍がおそらく圧倒的なはずで、まあ本当に申し訳ないけどウクライナ相当やられてしまうだろうというふうに思っていたのが、まあ、結果的に半年続いていると。で今千々和先生のお手元にですね、このウクライナ戦争200日という実は今度、文春さんから出る本がございます。ありがとうございます。見せていただいて、こんな本があるんですけど、まさに200日も続いちゃってるわけですよね。でそうするとこれってやっぱり相当長く続くのかなと思いつつ、まあ、どんな戦争も永遠には続かないわけですから、やっぱりこう終わり方っていうのを考えなければいけなくなってくると思うんですよね。とかあるいはそのよく落としどころ論とかってあるじゃないですか、はい。でまあ、今回戦争始まってからいろんなところでお話をさせてもらう機会ってすごく増えたんですけど、必ずフロアから出る質問として落としどころはどの辺なんでしょうかみたいな話ってあるわけですね。私はちょっと後からお話したいと思うんですけど、この戦争に関してプーチンがそもそも落としどころみたいな妥協的な話を飲む気があるのかどうかっていうのがやっぱり非常にこう疑問な感じもしますし、かといって先ほど申し上げたようにずっと戦争も続けられないし、ウクライナだってやっぱり体力の限界があるわけですよね。なのでまあちょっと今日はですね、まあ、高橋杉雄先生なんかと話すときはこの戦争の今のこう戦況のあり方というか戦争の性質みたいなものにこう非常にフォーカスしてお話しすることが多いんですけど、せっかく千々和先生との今日は対談ということなので、まあ、この戦争をどういうふうに、まあ、終わらせるのかというか終わらせられるのかとか、終わらないとしたらどんなふうになっていっちゃうのかとか、まあ、そんなお話を伺いたいなというふうに思っておりますので、1時間半よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。まあ、今小泉先生の方からですね、この戦争かなり長く続いているというお話があったんですけど、まあ、私自身もですね、この戦争が始まった時にですね、やっぱりそのロシアとウクライナの力の差というものがあると、しかもロシアは核保有国であると、さらにはですね、この戦争が始まった時にプーチン大統領は非ナチ化ということを言いましたよね。で、非ナチ化というのはもう相手はナチスだと、妥協できないんだと。で第二次世界大戦で、まあ、ロシアも当時ソ連ですけれども、まあ、連合国の一員として、まあ、ヒトラーの体制を叩き潰すまで戦ったわけですよね。まあ、そうしたことからも、まあ、しかもキーウに進軍していくという中で、まあ、これはその、まあ、後から少し出てくるかもしれませんけれども、もう完全に相手をですね、ウクライナを叩きのめしてゼレンスキー政権を倒してですね、属国化すると、そういう終わり方をまあ想定して始めたんだろうというふうにまあ思いましてですね、でそうするとやっぱりウクライナには相当分が悪い話ですから、例えばその、まあ、第二次世界大戦の時のですね、まあ、独仏の休戦というものが1940年にあるわけですけれども、まあ、そこでまあフランスはもうドイツに屈服してしまってですね、でペタン・ゲンスイ率いる傀儡政権ができるというような形になると、そういう可能性もあるんじゃないかなというふうに私は開戦直後はですね見ていました。で、また仮にただそうなったとしてもですね、まあ、第二次世界大戦の例でもその、まあ、レジスタンスってずっとあるじゃないですか、まあ、ああいったその抵抗運動なんかも起こっていって、なかなかこのウクライナというものを占領して収めるということも簡単にはいかないので、まあ、そのキーウの政権を倒してですね、それで完全に終わってしまうのかというと、そこからまたさらに抵抗運動なんかも起こっていく可能性ももしかしたらあるんではないかと、まあ、そういうふうに
考えていたんですけれども、まあ、実際にはですね長く続いていると。でこれはやっぱりそのウクライナ自身が自分たちの主権独立を守るために抵抗するということがやっぱり非常に大きかったと思いますね。でそれからもう一つはそれを見て西側がこれを支援してきたということがあったということで、ここまで長く続くというのは世界はなかなか見通すことはできなかったと思いますし、やっぱりプーチン大統領自身がですねそういった点についての誤算があったんだろうなと思います。戦争が始まるちょっと前ぐらいにアメリカの CSIS が、考えられる戦争のシナリオのマトリックスみたいに出したんですよね。でその中では、つまり横が NATO の支援が得られる得られないで、ロシアの侵攻が小規模中規模大規模みたいなそういう分け方をしていて、でその場合どういうことになるかってマトリックスなんですけど、結局このマトリックスはですね、NATO の支援が得られない場合はもう全くどうしようもない、ロシアにそのロシアの侵攻の規模に応じて支配を受けるという考え方で、NATO の支援が得られる場合っていうのもウクライナ軍が組織的な抵抗を継続できるという想定がないんですよね。もう軍隊は崩壊してしまって、そのインサージェンシーウォーフェアみたいなものをやるしかない。でその規模がどのぐらいになるかみたいな、そういう分け方だったんです。だから当時やっぱアメリカの専門家たちも多分そうだ、ロシア軍は圧倒的に強い、もうウクライナ軍は組織的な抵抗ができなくなるということはなんかほぼ所有の前提にしたような感じがしますし、戦争の初期の頃にそのジャベリン対戦車ミサイルであるとか、はい、スティンガー地対空ミサイルとか送ったじゃないですか。つまりみんな歩兵が担げる武器ですよね、はい、だからちょっと僕は某所から聞いた話だとやっぱりこれはそのインサージェンシーウォーフェアのための、つまり反乱戦争をやるための武器を送ったつもりだったというふうにいう話をねちょっとこの前聞いたんですよね。ということは、結局我々は完全にウクライナ見くびってたし、多分プーチンも同じようにウクライナを見くびって始めた戦争だったのだろうと、でそうすると例えばバルト三国にせよウクライナにせよロシアに統治されるってことを嫌がったわけですよね、昔のその20世紀の歴史においても、はい、ウクライナの場合はウクライナ蜂起軍っていう連中がずっとこう抵抗活動を続けて、そのソ連が送り込んできて役人殺すとかですね、学校の先生殺すんですよね、ロシア語を教えに来るってことはこの侵略者であるっていうことで、学校の先生とか郵便局員、まさにこのソ連が送り込んできた公務員を殺して回るみたいなことをそうですね、抵抗を50年代まで続けるとかですね、あとバルト三国でもいわゆるその森の兄弟って、その森の中に潜んでゲリラ組織を使って戦った連中とかいたわけで、多分そういうものをねみんな予期したのかなと思うんですよね。でだけれども、結果は我々みんな知ってる通りで正規軍が普通に戦えているわけですよね。で、さらに言うとそれが最初の1ヶ月持ちこたえ切ったところで西側からの軍事援助も本格化してきたし、で、4月以降はロシアをドンバスの方に注力するってことであっちの方でかなりボコスカに火力でやられましたけど、ハイマースが6月ぐらいに入ってきたら明らかにロシアの火力っていうのは衰えていくと。でこれで持ちこたえてはいるけど、さて反攻にまで出られるんだろうか、やっぱり西側がこう重装備をドカッと渡さなきゃ難しいんじゃないかみたいなことを私は考えたんですけど、8月にはヘルソンでの大規模反攻を始めて、こっちはそんなに大きく土地を取り返してるわけじゃないんで、これはこうロシアに消耗を強いる作戦なのかなとか言われてましたけど、もうこれもご存知の通りで今週に入ってからいきなりハリコフのハルキウですね、はい、の東方で大突破を始めて、今クピャンスクってところがどうもですね包囲されちゃってるんですね、ウクライナ軍、はい、でクピャンスクが包囲されるとその南に下がっていくイジュームへの補給線がもう脅かされるので、ということはこれイジューム、つまりドンバス戦線も維持できるのかロシア軍みたいな、はあ、そういう話にもなりかねない。なんかこうウクライナ軍って2度3度我々の期待をですね、なんかこう斜め上方向に裏切ってくる軍隊だなと。で、その彼らの強さとかっていうのは、彼ら自身の周到さみたいなのもあるのかもしれないし、アメリカの援助とかがやっぱり非常に大規模だったところもあるのかもしれませんけど、結局のところ普通の戦争になってるということですよね。でしかもロシアがこうなんていうか劣勢に追い込まれているという戦争、この
どうですかね、半年間戦争をご覧になってこられて、まあ、その終わらせ方っていう部分はもう少し後からお話してもいいかなと思うんですけども、半年間どんなふうにご覧になりました？だからみんな勘違いしてんですよ、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。だからみんな勘違いしてんですよ、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。